富山県富山市八尾町は富山県南部に位置しており、江戸時代から戦前まで蚕を飼って、そのまゆから絹を作る養蚕業で栄え、三都と呼ばれていました。これがこの地域を支える引山祭りやおわらという文化を育んできました。立春から210日前後、初秋の風が吹く頃、おわら風の盆の幕開けを迎えます。この初秋の風の被害に遭わないように、豊作祈願が行われてきた祭りがおわら風の盆の由来とされています。町の11地域それぞれの伝統と個性も遺憾なく披露しながら歌い踊り、橙色の明かりが闇に浮かび上がり、町全体がおわらに染まっていきます。坂の町八尾で300年以上受け継がれてきた祭りです。ちなみに八尾町に伝わる越中おわら節に呼吸を取り入れたとされるのが、輪島の漆職人だった松本勸玄だと言われています。そのつながりもあり、輪島市文化協会と八尾町文化協会は姉妹協会名誉を結んでいます。富山県立八尾高等学校郷土芸能部は1960年に設立され、1999年地方と呼ばれる歌、囃子、三味線、呼吸、太鼓の練習を始めました。本日は勇壮な男子のかかし踊り、女子の優美な式踊り、さらに男女混合で農作業の所作を取り入れた放念踊りを披露していただきます。地方と踊り手が心を合わせる素晴らしい演技をぜひご覧ください。Oh,
Thank you.
京都芸能部の皆さんでした。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。